は来てるけど、弱い風だな。でもまあ、調子悪くなったのがさっきでよかったよな。こんな暑い中ドラム叩きたくないし。うん、曲合わせ中に壊れなくてよかった。じゃあ、あとの時間はミーティングにしよう。次のライブのこと、いろいろ決めなきゃね。会場は、やっぱりいつものライブハウスでいいかな。それが一番現実的だけど、でもたまには違うところでライブしてみたいかな。そうだね、派手な曲なら外だともっと盛り上がるだろうし。お、野外ライブ？やっぱかっこいいし憧れるよな。いいね、スポットライト浴びて外で演奏、気持ちよさそう。あ、でも暑いかな。でもきっと楽しいって。運動公園の特設ステージとかでやったりして。あ、今の時期ならプールとか海とかも楽しそう。ビーチライブか。うん、いいね。よし、そしたら今週末はみんなでビーチの下見だね。え？いや、だってそのほら、夏休みになってから毎日練習漬けで遊びに行ったりしてないじゃん。みんなと音を合わせるの楽しいし好きだけど、でもせっかくの夏休みだよ。夏だよ、女子高生だよ、もう絶対海でしょ。ねえみんな、海に行こうよ。ひと夏の思い出作ろう的な。そういうこと。せっかくの夏休みなんだからさ、みんなで思い出作ろう。ひーちゃんには悪いけど、暑いから夏はなるべく外出たくないな。海なんて行ったら溶けちゃうよ。やだよ、モカちゃんの白いお肌が焦げちゃうよ。そんな。あ、すぐは一緒に行くよね。ごめん、週末はちょっと用事があって。どうしてもダメ？海の家で焼きそば食べようよ。海ね、楽しそうだけど祭りの打ち合わせがあるんだよな。商店街も夏祭りだからさ。うーん、巴まで平泳ぎ勝負とかしようよ。じゃあラン。急に言われてもバイトあるから無理だし。そんなわけだからさ、ひーちゃん、お一人様で行っといで。そんなのやだ。ねえ海だよ、一緒に行こうよ。みんなで遊ぼうよ。高一の夏休みなんて一生で一度しか来ないんだよ。楽しまなきゃ損じゃん。っていうか、決まり宿題終わってんの？それは留年とかマジやめてよね。しないし、絶対しないし。ひまり、海に行くより勉強会でもした方がいいんじゃないか。私もまだ全部終わってないんだ。みんなでやれたらはかどりそうだね。もう勉強会じゃなくて海。みんなそんなに私と海に行きたくないの？いやいや、そんなわけないって。みんなひーちゃんのことが大好きなんだよ。留年してほしくないっていう、これは愛だね。もう私たちの友情なんてこんなものなのね。まあまあ落ち着けって。ひまり、海には行けないけど今日はなんか食べて帰ろうよ。もう
前のアイス食べに行こう。でもみんな海には行ってくれないでしょ。諦めなってひーちゃん。私アイスよりシュークリームがいいな。ほら今日はもう片付けよう。私もシュークリーム食べたい。それじゃケーキ屋さん行こっかね、ひまりちゃん。海に行っちゃうんだから。誰と行こうかな。あ、そうだ、リサ先輩。一緒に出かけたことないし、いい機会かも。連絡先はと、あった。あ、もしもし、リサ先輩、今週末って予定空いてます？あれ、ひまりじゃん。なになに？え、今週末？うん、暇だけど。海、いいね。もちろん行くよ。それじゃあまた週末にね。いや、海か。何年ぶりだろう。あ、まあきっと2年ぶりかな。中2以来だよね。やば、水着。さすがに中学時代のやつ今着るのはちょっとないよね。今日の買い物は水着探しに予定変更。せっかくだから新しい水着買っちゃうぞ。どんなのにしよっかな。水着今年のトレンドはと。あ、みんなかわいい。試着して決めよう。あのボスほんときつかった。ごめんね、リンリン、アコが足引っ張っちゃったよね。ううん、あれ本当に難しいクエストだから、次はパーティーメンバー増やしてやってみようか。うん、ありがとう。次こそ絶対にクリアしよう。うん、一緒に頑張ろう。クリアしたらこのカフェで祝杯をあげよう。ってことでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。うん、アコここのケーキ大好き。じゃあそろそろ出よっか。私も大好き。また来ようね、アコちゃん。もちろん。さてと、この後はアクセショップに。あれ、ねえリンリン見て、あそこのショップにいるのリサ姉かな。本当だ、今井さん見てるのは見すぎ。どうしたんだろうね。声かけてみよう。この布面積はさすがにちょっと攻めすぎだよね。ねえねえリサリー。あ、アーコ、リンコも。びっくりした。えへへ、ごめんなさい。リサリー、水着買いに来たの？うん、実は今週末にひまりと海に行く約束してさ。ひーちゃん、お姉ちゃんと一緒のアフターグローのメンバーだよね。ベースの方ですよね。そうそう、そのひまりと海に行くんだ。だから水着を探してるってわけ。持ってるやつ中学時代のだし、さすがにきついからね。いいな、海、アコも行きたい。リサネ、アコも行っちゃダメかな。いいじゃん、一緒に行こうよ。後でひまりに言っておくから。やっぱり海はみんなの方が楽しいしね。やったー、ありがとうリサネ。ね、リンリンも行こうよ。え、海、知らない人がたく
いる。それに水着なんて絶対無理。無理です。海怖い。そんなことないよ。きっとすっごい楽しいよ。リンリン、お子ちゃん。あ、でも無理です。私行かない。リンリン、まあリンコにはちょっと早すぎるかもね。慌てることないって。海は逃げないからね。うん、そうだよね。それに海じゃなくてもリンリンとは遊べるもんね。あこちゃん、でもまあ水着見るのは付き合ってくれてもいいよね。それじゃあ二人とも試着大会の始まりだ。おー、行こうリンリン。最強にかっこいいやつ見つけよう。私も。待って、あこちゃん。してみよっかな。あ、こっちのフリンジ付きもかわいい。井上さん、それ5着目です。試着室への持ち込みは3着までって、ここに注意書きが。え、そうなの？危なかった。教えてくれてサンキューリンコ。じゃあこれとこれとこれ、他のは戻してこようっと。ねえ、リンコはどれ試着するか決めた？私はその海には行かないですし、特に試着は。ねえねえリサ、ねえリンリン、これ見て。あこちゃん、それまさかその小さいの着るの？だってこれ超かっこよくない？まるで漆黒の蝶のごとき。このリボンとか我をもっとこうかっこよく見せてくれるはず。確かに大人っぽくてかっこいいと思うけど、アコにはまだちょっと早くないかな。ほらここ見て、もう紐じゃん。ちょっと動いたらずれちゃうよ。確かにアコが着るには防御力とか足りないかも。それじゃあこれはやめて、もっとかっこいいの見つけようっと。リサね、リンリン、アコの最強かっこいい水着一緒に探して。うん、いいよ。アコに似合う水着は、私が選ぶとしたらこれかな。どう？トップスのフリルがたくさんで可愛いでしょ。私はアコちゃんが着るならこういう黒くてリボンたくさんあるのがそのどうかな。すごい、どっちも超かっこいい。本当気に入ってもらえてよかった。アコ、2つとも着てみなよ。そっちに試着室あるからさ。うん、そうする。それじゃあ行ってく。わあ、このマネキンの水着かっこいい。お、ほんとだ。色が黒でホルターネックなんてめっちゃクールなデザインじゃん。ユキナに似合いそう。ほんとだ、この水着すっごくユキナさんっぽいね。だよね。それでこっちの青いパレオはさよ。はい、大人っぽいレースが氷川さんに似合いそうですね。確かに。それじゃあ次はリンリン。リンリンには、私は本当に大丈夫だから、水着はちょっと。リンリンの水着も選んでみたい。アコ、リンコ困ってるよ。はーい。ごめんね、アコちゃん。せっかく選んでくれようとしたのに。謝ることなんかない。
ないよ、気にしないで。リンリン、いつか絶対一緒に海に行こうね。うん、きっといつになるかわからないけど。あこちゃん、もうゲームにログインしてるかな。今日2回もあこちゃんのお誘い断っちゃった。あこちゃん笑顔でいたけど少し寂しそうだった。私も一緒に行きたかったな。でも海、人多すぎだし、私には。あれ？ゲームのトップページのお知らせに新着が、なんだろう。新しいイベントかな？コラボカフェ開催？限定のアイテムコードを配布するんだ。この麦わら帽子かな？花とか。ついてる。かわいいな。手に入れたいな。コラボ、どこでやるんだろう。カフェの場所は、海の家？え？ここ、今井さんとあこちゃんが、週末に行くって言ってた、海の近く。そんな。海に行かないと。もらえないなんて。でも、限定装備欲しいし、どうすれば。うん、謝ることなんかないよ。はい。リンリン、いつか絶対一緒に海に行こうね。あこちゃんに、連絡しよう。いやあ、アコから連絡もらった時は驚いちゃったよ。まさかリンコが一緒に海に来てくれるなんて。あ、その、ご迷惑じゃなかったですか？迷惑なわけないじゃん。ね、ひまり。私はリンコと海に行けてめっちゃ嬉しいよ。私も嬉しいです。リンコさんとも一日一緒に過ごせるなんて。よろしくお願いしますね、リンコさん。あ、はい、よろしくお願いします。上原さん、あこちゃんもこうして一緒に遊ぶのは久しぶりだよね。今日はとことん楽しもう。うん、よろしくね、ひーちゃん。それじゃあ早速出発しよっか。今年の夏は今年だけ、目いっぱい楽しんで最高の思い出をみんなで作っちゃおう。リンリン、一緒に海に来てくれてありがとね。あこ、すっごく嬉しい。イサ姉が言ってた通り、最高の思い出作っちゃおう。あこちゃん、うん、私頑張るね。しないと置いてっちゃうよ。もうリサ姉待ってよ。リンリン早く行こう。うん、お着替え完了。こんにちは、ウミって、あれ、私が一番乗り？ありゃりゃ、これならもうちょっと髪とかいじってくればよかったかな。決まり。ごめんごめん、お待たせ。水着なんて久しぶりだったから思ったより手間取っちゃって。どう、私似合ってる？超可愛いです、リサ先輩。髪もめちゃくちゃキュートだし。ふん、ありがとう。ひまりもめっちゃ可愛いじゃん。それどこで見つけたの？ショッピングモールですよ。リサ先輩は？私もショッピングモール。なんだ、一緒じゃん。電話もらった後すぐ買いに行っちゃったんだ。
そうしたらアコとリンコもショッピングモールにいて一緒に水着を選んだんだけど、結局アコがどんな水着を買ったか見せてもらえなかったんだよね。全ては審判の日に明かさんとか言って。へえ、気になりますね。アコちゃんの選んだ水着ってどんなのなんだろう。あ、アコちゃんが来ましたよ。リサレーヒーちゃん、お待たせ。我ここに参上せり。おー、アコかわいい。なになに、あの後一人でそれ見つけたの。やるちゃん。でしょでしょ、最強のアコの水着ここにあり。確かにその水着は最強だね。そういえばリンコは一緒に出てきたんじゃないの。リンリンならあそこだよ。おーいリンリン、恥ずかしがってないで早く早く。あ、アコちゃん、引っ張られると転びそうに。じゃーん、リンリンも到着。リサネーヒーちゃんどう。リンリンの水着かっこよくない。かっこよくなんかないよ。今井さん、上原さん。おー、すごい。リンコ、脱ぐとすごいね。それはどういう。ですね、リンコさんスタイルいいなって思ってましたけど、まさかここまでとは。いいな、私もリンコさんみたいになりたいな。そんな、その、ありがとうございます。恥ずかしい。照れちゃってかわいい。これでみんな揃ったよね。早く行こうよ。そうだね、それじゃあ海へ突撃。あの丸い雪まで競争しよう。いいよ、私の華麗なる平泳ぎにアコちゃんはついてこられるかな。ふっふっふん、ヒーちゃん、アコの封印されし魔の力が、ガーって解放されても余裕でいられるかな。それあ、フライングなんてずるい。こら、アコちゃん待て。二人ともはしゃいじゃって。リンコ、私たちも行こうよ。その私泳ぐの得意じゃなくて。ああ、そうなんだ。じゃあ私も。大丈夫です、本持ってきてますから。さっき借りたパラソルの下で待ってます。だから今井さんもアコちゃんと上原さんと一緒に。でもそれじゃあリンコが一人になっちゃうじゃん。みんなが楽しそうな姿眺めるの私好きだから。そっか、わかった。読み終わる前には戻ってくるね。パラソルの下にいるからって日焼け止めサボっちゃダメだよ。海の紫外線はすごいんだから。しっかりクリームを塗ってその綺麗な白い肌を守ること。わかった。はい、うん、それなら OK。 じゃあ行ってくるね。それアコ好きやり。いきなり水かけてくるとか反則だよリサね。何時、我に秘められし力を見るがよい。アコの反撃を食らえと見せかけてヒーちゃん、えいやー。不意打ちするなんて
リサ先輩、アコちゃんを挟み撃ちにしましょう。って、あれ逃げた。イエーイ、こっちこっち。アコ待て。みんな楽しそう。アコちゃんもバンドの練習の時と同じくらい生き生きしてて、あ、そうだ、コラボカフェどこだろう。限定コードもらわないと。海の家は、あ、すごい人。どうしよう、あんなにたくさん人いたら、いけない。たった今、あ、気持ちよかった。ありがとね、リンコ。私たちの荷物見てもらっちゃって。いや、私も本たくさん読めたので。あのね、リンリン、さっきちっちゃいクラゲがいたんだよ。こんなちっちゃいの。タコちゃんがそのクラゲを捕まえようとして大変だったんですよ。ほんと刺されたら危なかったんだからね。だってだって、フリフリでふわふわでキラキラしてて超かっこよかったんだもん。リンリンにも見せてあげたくて。タコちゃん、ありがとう。楽しかった。やっぱり海最高。はしゃぎすぎてちょっと疲れちゃった。それにお腹も空いてきた。だったらそこの海の家に休憩がてらに行こう。行く行く。何食べよっかな。リンコさんはどうします？あ、私も行きます。それじゃあ海の家へみんなでレッツゴー。おー、よかった、海の家に行ける。コードもらえるといいな。海の家に到着。何を頼もうかなっと。いらっしゃいませ。特別コラボカフェへようこそ。限定ドリンクやゲームをモチーフとしたいろんなメニューがたくさんあるから、みんな楽しんでいってね。え？アイアさん？あれ？ひまりちゃん？あ、それにリサちゃんとアコちゃん、リンコちゃんまで。なになに？みんなどうしたの？アヤコさん、ここで何してるの？そのネームプレート、一日店長？そうなの。今回のコラボカフェで海の家の一日店長を任されました、丸山彩です。みんなよろしく。すごい、彩先輩が店長さんなんだ。だからこんなにたくさんお客さん来てるんだね。そうなのかな。だったら嬉しいな。でもコラボしてるゲームの人気もすっごいみたいだよ。ほら見て、お客さんみんな展示の写真撮ってるでしょ。お、このゲーム、アコとリンリンもやってる。リンリンとアコはリリースの時からずっと一緒にパーティー組んでてね。それでね。あ、店長、お疲れ様です。店長？あ、本当の店長さんか。はい、そうですけど。ですか？私たちにできることがあるならお手伝いしたいですけど、でも。わかりました。任せてください。ここまで頼まれたら断れないよね。私も手伝います。ファーストフードでも経験あるし、ホールなら私にもできると思います。アコも手伝う。お店で働くのなんて初めてだから楽しそう。リンリン、
緒にやろう。え、あ、私は、うん。はーい。どうしよう。私がホールのお手伝いだね。あやさん、よろしくお願いします。ねえねえ、あや先輩、ホールってどんなことしたらいいの？基本的にはお客さんから注文を取って料理を運べば大丈夫だよ。注文を取って料理を運ぶ。うん、わかった。あこ、やってみる。あこちゃん、一緒に頑張ろうね。あ、お客さんが呼んでる。私、注文取ってくるね。ひまりちゃん、よろしく。よし、それじゃあ、あこちゃん、まずはこの焼きそばをあそこの4人グループに持っていこっか。はーい、行ってきます。よし、キッチンは私に任せなさい。次に入ってる注文はラーメンが2つと焼きそば、カレーだね。カレーはちょっと温めれば大丈夫そうかな。麺を茹でる間に焼きそばの具を炒めて、それから…リサ先輩、焼きそばもう3つ追加です。オッケー、了解。なんか私、乗ってきちゃった。リサちゃん、かっこいい。手際もすっごくいいね。そんなことないよ。ただ趣味で料理をたまに作ってるから少しだけ慣れてるだけだよ。それよりドリンクは大丈夫？さっきいっぱい注文入ってたみたいだけど。そうなの、コラボドリンクが大人気でたくさん注文来ちゃうんだ。それじゃあこの焼きそばが終わったら、私ちょっとドリンクの方も見てくるね。料理の注文は落ち着いてきたみたいだし。本当？ありがとう。お願いします。了解。さてさて、ドリンクはあのカウンターで作ってるって。あれ、どうしよう。私、何をしたら。アルバイトとかもしたことないし。リンコ、ちょっと手伝ってもらってもいい？今井さん。今ね、ドリンクの注文が結構入っちゃってるらしいんだ。だから作るのをね。リンコ、手伝ってあげてくれない？え、ドリンクを作るんですか？そうそう、なんかゲームのコラボドリンクが大人気なんだって。ゲームのコラボドリンク、わかりました。でも私にできるんでしょうか？大丈夫大丈夫、リンコならできるよ。私も手伝うしさ。それじゃあ早速、最初に入ってる注文のドリンクは、あ、ドリアートの涙？何それ、どれ？あ、それはこれだと思います。このメニューの上から3番目。あ、本当だ、このメロンソーダのやつだ。すごいね、リンコ、なんですぐ見つけられたの？ドリアードの涙って、あのゲームだと緑色の回復アイテムだから。へえ、そうなんだ。っていうか、リンコめっちゃ頼りになるじゃん。よし、それじゃあ次、このマリカスの炎っていうのは。マリカスの炎なら。ありがとうございました。またのご来店お待ちしてます。今ので最後のお客さんだね。くぅ、私たち頑張った。お疲れ様でした。いえいえ、お役に立ててよかったです。お好み焼きでしょ、それからかき氷。私は
ラーメンでお願いします。あ、クレープも追加で。みんなこっちこっち、この席が一番よく海が見えるから。おー、すごい、店内からこんなに海が見えたんだね。料理作るのに必死で全然気づかなかったよ。わー、見て見て、夕焼けがすごく綺麗。絶好の位置でしょ。ほら、みんな座って座って。アコ、お腹ペコペコ。いただきます。どうぞ召し上がれ。みんなも早くご飯食べよ。いただきます。あー、おいしい。リサ先輩ってほんと料理上手なんですね。私ホールで注文取りながら見てたんですけど、すっごいテキパキしててびっくりしちゃいました。そんなことないって、普通だよ。それを言うならひまりだってすごかったよ。お客さんあんなにいたのにずっと笑顔でキビキビ働いててさ。あれはなんていうか、あやさんがたくさんフォローしてくれたからです。おかげでとっても働きやすくて。ありがとうございます。そんな別に大したことしてないよ。私はただ楽しそうに働いてるあこちゃんを見てたら自然と頑張らなきゃって思って。確かにあこちゃんの笑顔がお店の雰囲気を明るくしてましたよね。本当？えへへ、そんな風に言ってもらえると嬉しいな。あこちゃん初めてだったのにすごいね。これならレストランとかでもバイトできちゃうよ。でもさ、リンコもアコに負けないぐらい頑張ってたよね。私結構助けられちゃった。ありがとね、リンコ。でも私は飲み物を作ってただけで。そのドリンク作りがリンコさんどんどん速くなっていって、運んでる私たちもとっても助かりました。最初は自信なさそうだったけどさ、慣れたらテキパキ作ってほんとすごかったよね。うんうん、リンミンの作ったドリンク、お客さんもすっごい喜んでたよ。ホワイトドラゴンの鍵爪ハート、写真よりすっごいって。ホワイトドラゴンの爪はやっぱり迫力が大事かなって思って。よかった。私足手まといだってばかり思ってたから、お客さんに喜んでもらえたんだ。わーい、店長さん、ありがとうございます。あ、限定アイテムコード、どうして欲しいって。店の中から見る夕日も綺麗だったけど、外で見るとまた一段と綺麗だね。結局あまり海では遊べなかったけどさ、これはこれでいい思い出になったよね。はい、私もそう思います。目いっぱい遊んだって感じではなかったですけど、みんなと一緒に働けてとっても楽しかったですから。アコもアコもお料理運ぶのすっごい楽しかったよ。リンリンはどうだった？私はその初めてのことを経験できて本当に楽しかったです。リンコ、それならよかったよ。私もみんなに手伝ってもらえたおかげでとっても楽しく一日店長できました。ありがとね。そうだ、それならみんな楽しかった記念で
記念写真を撮りません？いいね、アコも賛成。せっかくだから夕焼けの海をバックになんてどうかな。その意見いただきです。それじゃ映しますよ。ちょっと待った、それじゃひまりが映んないじゃん。ほらこうやって腕伸ばして撮れば多分みんな映るって。ほらリンコもこっちこっち。とっても楽しかった。勇気出して海に来て本当に。よし、みんなもっと寄って撮るよ。はい、笑って。